おはようございます。ティレと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、というわけでですね、まあ、ミザさんはまず今回の動画の長さ注目していただきたい。何が起こったかと言いますと、もうね、多分ね、これ以上広告が流れないうちに先に言っとくわ。今回の動画は試験的にですね、すべてのところに広告を入れてます。私の普通の動画にはですね、前半と後半、だから動画始まると前と動画終わった後だね。そこにしか広告出さないように設定してあるんですよ。うん。でも、まあ、基本的な YouTuber さんとか、ゲーム実況者さんっていうのは、動画の途中にも広告入れてることは大半だと思うんです。はい。で、僕はそれを嫌って、別にあれだよ。普通に見てるよ。見てるけど、僕はなんか自分で見返すときとかに、なんかめんどくさいから、前と後ろのだけしかしてるんですけど、今回は試験的にこの動画は、中間にも広告が入るようになってます。試してみたいのよ。なんかね、YouTube 曰く、その途中の広告っていうのは YouTube が勝手に判断して、キリがいいところで広告を入れるらしいです。はい。全然そんなこともないと思うけど。なので、このモンバトというソフトでキリがいいところってのはどこなのか、YouTube をちょっとね、調べてみます。YouTube の限界に調べてみようと思うんで、今回はね、長々とモンバトをやりますんで、ちょっと皆さん、申し訳ないんですけど、いつもの20分の動画とかで、15分から20分の動画で、いつものティラさんの編集のまま1時間お送りするわけじゃないってことは、ご了承の上で、この動画をご承知くださいということでお願いします。はい。じゃあ、行ってみましょう。いや、編集してても、ね、皆様にね、お詫びをしなければいけないと思い、今回の動画を撮ってます。かなり前の動画になっちゃうんですけどね、ちょっと、賢者の山ダンジョンチームにて、この方を忘れておりました。そう、ブリザードマン。山ダンジョンで賢者愛称で人型に対して2体しかいないというね、誤解を招いてしまいました。これは詫びるしかない。道具をあげてね。賢者そのものが山ダンジョンチームに属するんですよね。で、次に主人公は人型じゃないですか。さらに職業愛称で賢者って言った時に、僕は過去の動画でエビルプリーストと敵文字しかいないと言いました。つまり DNC なしじゃないとそのチームは組めないというね、理論を叩き出してしまいまして、これは失態ですよ。はい。というわけで今日はこのブリザードマンが戦います。いきます。氷の刃、はい、いきます。振りくぜ。いじけんの早いよな。主人公、今日はね、お前が輝くんだよ。ね、わかる？今日はブリザードマンが輝く動画です。だからやってることは結構前のことと変わってないですね。まあでもあの時と違うのは、まあ魔力アップとかあるじゃないですか。魔力アップとかそのあたりと全く違って、今回見てください、この青い装備。右手にバギ、左手にヒャドー、バヒャドー、行くぜ、ほい、シュッ。プチマダンテの要領ですね。今回は、なんと、三鏡の盾すら持っているという、全く賢者にはどういうことかという話なんですけど、清涼系です。めっちゃ青にしました。ブリザードマンらしくね。はい、ブリザードマンとね、うまいこと一致するような。鉄球おやじさんにはちょっと申し訳ないんですけど、鉄球おやじたちの影がちょっと薄くなっちゃうんですけど、青系で固めました。この青系コーデでいきます。なかなかコーデで固めないんだよな。まあでも言ってね、これバヒャドそのものは氷と風っていう結構希少な呪文なんで、まあこれを主人公は使えるってでかいっすね。氷と風使えていないからな、あんまり。まあバギマそのものを使えてはいいけど、実戦級のバギマ使いってあんまいないしな。さあ、ブリザードマンいいとこ見しとこう。ちょっと、決めて。ちょっと、行くぞ行くぞ、日本の呼ばれ、行くぜ、かっこいい、いいよ、お、いいよ、ダンスダンス、はい、弱いって。普通。なんか、もう普通なんだよな。もう何かしらもう全部普通だよ。おー、いいね、いいね。賢者が受ける。まあ、賢者が受ける職業だから。いけ！もうこいつはね、賢いし強いんだよな。うん。うん、鉄球味でいいんだよ、すべてが。
まあ俺も編集で忘れるぐらいだから相当影薄いな君。ブリザードマンはこんなに影薄いモンスターじゃないんだよ。うん、炎の戦士は影濃いんだけどね。多分森連属性だしね。それもあるね。いやー、だからちょっと今日はね、ブリザードマンを活躍させるため戦いたいと思います。頑張りましょう。いやー、だーも。ここまでブリザードマンをさ、ひいき目に扱う動画はなかなかないんじゃないかと。ブリザードマンそのものは別に原作では弱いわけではないんで、決して弱い存在ではないです。むしろなんかめんどくさい存在です。割と。で、炎の戦士と対になる。特にこのゲームでは、本当に対になってますね。あの、職業者あるじゃないですか。例えば、ブリザードマンは戦士と僧侶かな？うん。戦士と僧侶と相性あるんですよ。ブリザードマン下級職で言うと、炎の戦士は全く真逆なんです。魔法使いと武闘家なんですよね。となると、ここも相反して、バトマスと賢者っていう違いがあります。まあ、一応、賢者限定で炎の戦士とブリザードマン合わせると面白いことが起こるっちゃ起こるけど、いや、起こるんだけどね、面白いことがね。力は上がってる。人型チームに力が上がってます。さあ、いいとこ見せてこう。行くぜ、ブリザードマン。かっこいいとこ見せてこう。それ、寿司おまるやな。うわぁいいね、いいとこ見せたな。おぉ、本当にいいとこ見せた。40年か。お前、なかなか、骨があるんじゃねえか。ちゃんとね、期待に応えてくれます。期待に応える強烈な一撃。ね、かまいたちに関してはどうなる？あれ、ブリザードマンだっけ？これ誰行く？おぉ、親父だから、じゃあ大丈夫だ。まあ、普通に素直にドン。いいよ、ブリザードマン。ブリザードマンのいいとこはですね、炎の戦士とほとんど同じなところです。炎の戦士の技的、通常の技あるじゃないですか。拳とさ、なんだなんだなんだ、行くぜ！氷結の爪、閉じ込めて、はいって、何してんだおめえは。だって、威力の低い吹雪を吐き出す。当たってねえ。もう拳使うのも一緒やしな。うん。なんか、いろんな猛者が全部一緒なのよ。おら炎の戦士の方が使いやすいんだよな、でも。わ、いいねー。続くぜ、この動画。相手にとって不足はねえな。久しぶりだな、オルゴドミーラよ。2週間ぶりだな。誰と会ってもまあ2週間ぶりの運命だったんだかな。さあ、ブリザードマンと一緒にいいとこ見せようや。さあ、極寒の地に佇むジジイがな。いけ、極寒の地に佇むジジイ。今回はね、ブリザードマンということでね、ブリザードマンをエコひいきする動画だと思います。いきます！マヒャデロス！この方もマヒャデロス使います。どっかのね、なんか大魔王を名乗るね、魔界の王を名乗る人もマヒャデロス使うんですけど、ちゃんとこいつもマヒャデロス使いますよ。さあ、今日はブリザードマンをひいき目に扱わせてもらうぜ。おう、おぞましいおかま、略しておかま！黒ブレーも出てきやがってよ！おう、鉄球魔人ってこうしてみるとやっぱ優秀だよ。鉄球魔人の話になっちゃうんだけど。まあ、優秀だからな。賢者のお供にめっちゃ出てくるからな、こいつけん、ね。さあ、行こう。さあ、とりあえずね、威力の低いブレス吐くわけにいかねえよ。炎の選手と一緒だ、そこは。行くぞ！せーの！オーケー！自分！オッケー、自分だ。おっと、相手の攻撃！あーあああああ、やばいな。これひどいっすよ。ちょっとブリザードマンにそういうブリザードマンの方やめてください。痛い！敵魔人も同じ。敵魔人と大体同じぐらいのダメージ食らってもらう。行くぞ！ほい！よいしょー！うわーい！なんでだよ！なんでだよ！さあ、とどめだ！右手にバギ、左手にシャドウ、バイシャドウ発生。ほい！ほい。大発生！よし！さあ、こっからですよ。ちょっと必要なのは2週間ぶりにつばぜりがいるってことですね。なんか、緊張する。予想外のフィールドに、久しぶりだな、ブリザードマンよ。調子はどうだ？いや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 。ん？おお！さあ、なぜか乱入しました。新ダークドレアムの登場です。久しぶりだ、ブリザードマン。その、どうだ、私が試してやろう。なんで出てきたお前。
いや、まあ似てるといや似てるか。ね、見た目もちょっと似てますからね。うん。ダークドリアムとね、ブリザードマンの鎧ちょっとパッと見比べると確か似てなくはない。似てないな。うん。ね、ちょっと、もう、久しぶりのブリザードマンのね、登場に、ダークドリアムさんも、お喜びのようです。ね、あの方が、喜ぶような試合をしようや。いやー、打撃体制持ってるぞー。そう、はははは。ドリアムが硬いのか、こいつらが弱いのか。バヤノー!行くぞ!打点を取れるのはお前かもしれん。300くらい出るでしょ?いけん!よし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 、十分十分十分。で、親父は、もうしゃーない。てか、この二人はもう力で攻めるしかない。行くぞ!おら!十分十分 !210 しか出てねえなってことは、あいつは。で、風のマントしたのはこれのせいですね、主に。主にこんなのが飛んできたら、さすがに無理でしょ。ブリザードマンでも無理だよ。ブリザードマンでも減ったくれもないんだよな、これ。でも5ターン、つばぜりに勝って5ターン目まで耐えれば全然チャンスは見えてくるから、ブリザードマン頼むぜ!いいとこ見せろ!ブリザードマンにこれ頑張るの俺なんだけど。これはどっちかっていうと、あれだよね、鬼コンボ最強伝説でもそうだったけどさ、今回 SP 使えるのはいいんだけどさ、そりゃ。うん。そりゃ SP 使えるのはいいんだけどさ。頑張るのは俺なんだよ。この手の勝負で。なんで2週間ぶり ?2 週間ぶりだなって。もうお前も2週間ぶりだからって出てくんなよ。いや、私は嬉しいぞ。久しぶりにお前がモンバトに帰ってくると聞いてなって。最近モンハンばかりしてたそうじゃないか。多分そんな感じで来たのかな。行け行くぞ!よいしょー!ワイスー!うわはは!親父の方が頑張ってんだよな。まあ、2ターン目以内にこんなに削れるんだったら十分だな。さあ、つばせりだけよ。マジかよ、つばせりやんのか。なんでこいつとやるんだよ。もっと気楽なつばせりが良かったな。行きましょう。2秒で止めます。よし!久しぶり、ブリザードマン、俺のつばせり見ててくれ。オープン!ラウンドトントン!ウェイトゥーワンセン!オーケー!頑張れ、連打するだけやった。久しぶりの連打やな、2週間ぶりの連打やな。ちょっと待って、指痛い、指痛い、腕痛い、腕痛い、それが楽しました。いや、ブリザードマンに捧げたかった。俺が悪い、俺が悪い、ブリザードマンに捧げたかった。もう一回お願いします。というわけでね、ちょっと、リテイク。もう一回。あのね、もう一回ちょっとやらして。で、ちょっとね、同じパーティー見るのもちょっと皆さん嫌じゃないですか。なのでですね、見てください。炎の戦士登場です。確かに全てが対局してんだけど、悲しい間にね、あってね、なんと、剣士相性がありません。で、持って同じ相手っていうのもちょっとなんかめんどくさいし嫌じゃないですか、流れ的にもね。本来のさっきのさ、本来のルートをちょっとやりたいなと思いまして、オルゴドミで紹介しました。お、噛みましたね、今。お、噛んでしまいました。さあ、先ほどより明らかに劣化してしまったんですけど、私のパーティー。さあ、天魔王オルゴドミは HP2286。ライアンもびっくりの低 HP じゃねえかよ。1ライアンにも足してねえな。いや、こうしてみると本当にさ、ファイヤ君とさ、ちょっと待って、もう撃てねえじゃん、危ねえ。こうしてみると本当に対極な存在だね。その AB のブレスとさ、特技の位置も真逆だし、プレイ、なんか、職業相性も真逆だし。さあ行くぞ、主人公頼むぞ。これ主人公、割と主人公がにかかってる。よしよしよし。で、今ね、気づいちゃった、撃てねえんだね、あれ。あ、やっべ、それもうやばいね。やめて、うわー、結構食らうな。炎の選手が食らってるのが一番。まあ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 。大丈夫大丈夫。さあ行け、踊るように攻撃します。行くぜ、氷の刃、2本の刃で。さあ踊るように。先ほどより劣化したなんて言わない。こいつらの火力は変わってない。そう、彼らの火力は変わってないですから、言ったら。で、威力の貧弱なね。威力の貧弱な低いでいきます。まさか撃てないとは。で、2ターン目がいいかな。これはマヒアドスられたら炎選手が溶けちゃうから。ちょっとさっきはあれか、俺の連打がやっぱやばかったのかな。黄色だからマックスは止めれんだよ。だから連打でこれで負けたらもう2週間ぶりのモンバトはダメだったってことだよ。
あ、やばい、嫌な気がする、ちょっと。ちょっとだけ嫌な気がする。いやいやいや、気持ち負けちゃいけん。勝てる。つばさりはメンタルって教わった。いきます。よっしゃー、オッケー、さすがに勝てたか。よかったよかった。さあ、頑張れ頑張れ。こっから、こっから。こっからよ。うん。さあ、行くぞ、氷の刃。うん。オッケー、いいよ。しっかりやってれば大丈夫。しっかりテッドとメドボタンを乗っていこう。なんて。しっかり当ててね、トドメボタンに乗せていきましょうや。低いして。うん、オッケー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 。ここはこれ。あ、低いなっちゃった。おー、低いなっちゃった。もう惑わされる。まあ、確かに打ちたい技ではあるけど、俺ちょっと打ちたいけどね。うわ、叩きつけるか。え？うわ。なあ。うわあ、きついよ、もう。とどめボーダー乗る？左手にヒャドー。これ、とどめボーダー乗る？かなりギリギリやね。いや、ここで動けないのきついわ。確かにここで風のマント次すれば、そうだね、風のマントすれば、風のマントしよっか、さすがに。うんうん。まだ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 全然いける。全然逆転できる。でも、とどめボーダーあと 1000！ しかもこのターン、身もコロタケビ飛んできたらさ、とどめボーダーだいぶ遠いよ。え、あれ？いや、まだだよ。大丈夫。焦るな。大丈夫だ。まだ、全然ある。ですね。はい、氷結の杖。いつ？おら！もうダメだ、こいつら！どうすいいんだ。ダメ、お前ら。どうしたの？ちょっと待って。お前ら、頼むって。この人たち何なの？でも、ここは溜めちゃダメでしょ？いけ！氷の吹雪！いけ！凍える吹雪！ねえ、とどめボーダー乗る気せんぬんぴょ、君たち。おい！おい！とどめボーダー乗るんか、これ、ほんとに。まあ、ここはいいとして、でも回復されるんだよ。回復すんだよ、結局。ちょっと待って、君たち、いけんの？いける？このターンにとどめボーダーも乗せないといけないですし、かといって、5ターン目っていうのは、あれがあるんですよ。もうわかりますよね、あれって言ってますもん。僕、オルゴに対して5ターン目であれって言ってるの、もうわかりますよね。アーがあります。まあ、言っちゃうと。そう、アーがあるんですよ。まあ、ここで打ってきたら大丈夫だよ。オッケー！さあ、とどめボーダー乗るか？とどめボーダー。え、あといくつ？え、あといくつだ？さあ、二人の、エレメント版頑張れ！エレメント系行け！行け！いいとこ見せろ！ブリドマン、いいとこ見せてこう！ 243！ ちょっと待って！これ足らない！え？お？ 300 打点出る？うん。私の必殺技をお見せしましょう！そう！この3体でのみできる必殺技があるんですよ。そう、賢者じゃないとできません。行きましょう。見せてあげます。私の最後の必殺技。3人で行くぞ、みんな。うん。いや、準備はいいな。力貸してやるよ。いいね、この炎の選手とブリザードマンのさ、なんか対局しても力貸してやるよ感が。さあ、何が起きるかわからない。パルプンテマヒャード、そう。これは、私たちが氷属性だということだ。行くぜ、私の氷タイプ。さあ、ここからですね、もう、いろいろと無理だったんですよ。あ、なぎ払うでしょ。まずなぎ払う。はい、まずです。まずなぎ払うをくれます。耐えました。しかし、はい。音、相手の攻撃、天地邪法、なぜこいつら DPS 足んなかったの？すがすがしいほどに DPS も足んなかったか。いいとこあったのかな、こいつ。本日のプレイは珍しいものでですね、破壊の剣がございます。ほう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 。
呪い武器である破壊の杉を単品で使います。よろしくお願いします。破壊の刺激と粉砕の刺激、お友達召喚しましょう。人食いサーベル暴れ後ろに。どちらもバトルマスターのね相性が発動する打撃耐性持ちですね。まあ単体攻撃しかないね。似たような動画を過去に投稿したような覚えがあるんですけど、まあリテイクとしてねちょっと取り直そうと思います。確かあの時はメタルハンターとデビルアーマーだったと思うんですよ。で、あんまりこの動画に出てないモンスターっていうと、人食いサーベルは間違いなく出てません。いや、で、人食いサーベルってね、割とね、弱いモンスターじゃないです。中堅ぐらいの強さを持ち合わせてます。おっと、動いたね、来たね。のっしのっしと歩いて、1、2の3、おい、行くぜ、破壊の突撃、ゼロ、おら、行くぜ。打撃弱点なハマッチに、そりゃあまあ効きますわ。さあ、行け、うなりを上げて、突進、行け、シュイ、カメラ目線。そして続いて仲間を呼んで、さあ3人で一斉のいずれワンツースイッチと、このように今回は打撃に変調しております。属性がほとんど打撃ですね。うん、まあほぼほぼ打撃しかないんですけど、今回はおーい打撃に変調しているこのチームなんですけど、まあ何がしたいかっていうと、全員単体攻撃なんですよ。まあ、実際モンバーのところ、ね、モンバトで、モンバトで、まあ、全体攻撃と単体攻撃って大体使われるのはね、え？ああ。実際問題はやっぱね、モンバットって単体攻撃がね、多く使われるんですよ。対人戦とかでも。まあ自分も大魔王戦とかで単体攻撃ね、会心の時期を狙っていくとかいうスタイルが多いんですけど、まあその単体攻撃でさ、あのまあ、単体攻撃しかないんで、まあ詰めることは難しいなですね。1、2、3、入ったー！このね、仲間を呼ぶ強いんですよ。今回は暴れ牛取りと、人食いサーベル。どちらも行動不能持ちですね。それも結構強みです。単体攻撃で相手の動きを止めつつ、こちら高火力の技をね、ポンポン打っていくことが可能です。お。でも呪われてたよ、さっき。ああ、でも動けんのか。でもね、でもまあ動けるのが一応、もう呪われた後だから。で、今回のチームはね、2体とも打撃、まあ硬いんですよ。まあ、これはデビルアーマーとメタルハンターの時も同義でしたね。さあ、そして切り札。単体攻撃しかないのならね、すさまらしいシナジーを発揮する。魔人の悲しい&ステルゴダンス。レッツゴー！会心の一撃が出やすくなった。さあ、決めてくれ。恐るべき、滅、早く、破壊、おれくれ破壊力満点。なんで今回、破壊の剣は単品起用なの？という話なんですけど、まあ、バトルマスターって、実は、遅いんですよ。まず遅い。遅いっていうのは、回心率がね、低いんです。このゲームっていうのは、素早さが高いほど回心が出やすいっていうシステムもありまして、まあ、遅いんですよ。で、回心率を高めたい。で、単体攻撃の武器は、破壊の剣しかないんですね。おーん。まあまあ、するんだろうなとは思ってたよ。うん。見た瞬間、一目見た瞬間から分かってたけどさ。多分、人食いサーベルあたりが吹き飛ぶんだろうな。あと、主人公も吹き飛ぶかな。うん、闇の衣だし。やっほー！ひでえな、こりゃ。ひでえな、こりゃ。破壊の剣しか単体攻撃武器はないんですね。呪われるリスクはあるんですけど、まあ、一部位だったらそんなに呪われないみたいなところはあるんで、まあ、大事なところに呪われそうな気がしますけどね。黄金の爪みたいにね。黄金の爪もな、呪い効果がなきゃぶっ壊れたからな。はい、ワン、ツー、スイッチ！いいダメージでんな。じゃあ叩き出してもらおうか。向こうにね、止める技を持ちはいないんで、十分な会心を叩き出しましょう。破壊の悲しい。破壊の力の死合ってるか。うん。魔人の悲しいだ。間違ってるわ。いけ！のっしのっしと。行くぞ！すべてを破壊へと導け！うわーはいお、いいもうお前の必殺技もう十分見た、いいね、いいね、いいね。やらんでいい、やらんでいい。
俺たちも最後の抵抗だ、暗いバギクロスとかじゃなくてさ、それ怒りの魔人にぶつけてくんねえかな。怒りの魔人とかには効くんだけどさ、なんだ350って。おう怒りの魔人並みに食らったやつはいるけどさ、さあここで決めてくれるか、会心の突進撃、怪奇風の会心撃そしてこの神田目線である。お、いいね、続くぜこの動画。会心の一撃というものがいかに強いかを教えてあげましょう。まあ、このゲーム会心の時期はマジで強いんだよな。さあ、ムドウくん、一人で出てきてかわいそうだね。お供はどうしたと言うんだい。バギムーチョでどうでしょうか。二戦目のね、あの三体の恨みを受けてみよう。いけーダメージ小さいなぁ。あ、悪夢やだな。悪夢はやだな。あの、魔人の彼女使う気満々だったからね、こういう悪夢とか凍てつく波動をポンポン打ってくる連中は苦手なんだ。とりあえず暴れ後ろに寝ます。だねー。人食いサーベル、頑張っております。人食いサーベルね、呪いにも眠りにもかかわらず頑張っております。状態状態性がね、人食いサーベル優秀だからな、素直に。一見したね、ステータスはちょっと低いけど、あの、技威力が高かったり、技の追加効果が優秀だったり、いいねー、人食いちゃん。今日のサムネお前かな。今日のサムネお前かもしれん、マジで。この仲間を呼ぶが素直に強いんだよ。行くぞ、みんな。一斉の、ワン、ツー、スイッチ決めよう。もう魔人の彼氏、そう、会心は全てを解決する。行くぞ、いざ。会心の時期はもう本当にいいことばっか。もうテロップで出してあげる。じゃあバンって出してあげるわ。もうテロップでね、会心のいいとこバンって出してるわ。お、行くぜ、サミダリ剣殺空裂、行くぞ。いいねー、カメラ目線グッド。悪夢、ノー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 、寝る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 ね。あ、でも、ウジだ、避けてるやん。あーら、ひとけちゃんも寝ちゃった主人公一体何しにこの戦いに来たんだ、もはや。ここで、行くぜ、眠り好きね、とどめ、眠れ、永遠に、あ、すいません、でもしますか。そう、魔人の彼女の欠点はですね、確定回心ではないところです。 75% です。だから雷の命中率と同じぐらいかなと。 75% の命中率なんだろう。ハイドロポンプは80だし、雷は70だったし、75ってなんだ、ワロス玉かな。いけ、ワロス、ワロス来たいけ、突進いきます、突進いきます。ちょっと先のね、なんか苦労なかったことに、なんでそっちで会心が出る。会心の一撃のさ、出すところ絶対間違えてる気がしないでもないんだが。おー、いいね、物理編長のパーティーに対してね、物理が来てくれるっていうのはなかなかいい光景じゃないですか。とはいえ、とはいえ、今回はちょっと守らせてもらいますね。確定防御可能なんですよ。普段はちょっとね、まあ僕の普段は確定防御できないんですけど、それは昔だけなんですよ。本来はこうやってね、確定防御してちょっと安牌取りたいところです。さあ、だから君たちの素の回心率がちょっと大事だね。素の回心率も割と高い連中だから大丈夫だと思うんだけどね。あれー、こんなところだよ、何おっしゃるんだー。やったわ。まあまあ、やるんじゃないかなと思ってたよ。まあ、この動画内で一回でもやると思ってたけどさ。行くぜ、ひねがねが、仲間を呼んで。いやー、でもなんだかんだちょっと動けてないね。とりあえず次のターンにつばぜりをします。だいぶ厳しいところのつばぜりになってるけどね。ここ勝たないとダメだね。無道で負けちゃったのが結構ね、響いてる。無道で仕掛ける必要はなかったかもしれないね。この2ターン目でかけてちょっと勝たないと、まあ、イオグランデで吹き飛ぶことになります。この動画ごと。動画ごと吹き飛ぼうと思います。あ、やばい！いや、ちょっと待って。本気で行きます！本気には本気で行け。行くぜ！いつだって俺は本気だぜ！
ゼリーだけマシマシマシ。黄色マックスで分かってたけど分からんぞ、まったく。ああ、ノーダメージで爆散するだなんて痛恨の一言なんかこれは完全に俺が悪いじゃん。俺が完全に悪いみたいになってんじゃん。俺のせいだけど。うん。デサマ強かった。だから僕はちょっと一つお願いをしに来ました。そう。ダークドレアムなら、デスタマは倒してくれますよね。このものを倒せばいいのだな。たやすいことだって言ってくれるじゃないですか。なのでですね、デスタマで勝てなかった僕たちはですね、ダークドレアムに倒してもらおうということで、デスタマを。よろしくお願いします。ダークドレアム先輩。まず、なんでデスタマで強いの、こいつ。挑む資格すら怪しいような気がしないでもないですが、ちょっとさすがにあれで終わるのは不甲斐ないなと思って、ここはね、ちょっと、もう一戦、ドリアムに勝っておきたいな。ドリアムに勝ったらさ、もうデスタモンは倒してくれると思うんですよ。ね。いけ!お前ら!いやーでもね、物理しかないっていうのはね、逆に欠点で、ダークドリアム物理に強いから、ちょっとね、どこかでね、会心が欲しいとんとこいやー、強い。やっぱ素早さをね、今回強引に上げてるんですよ、かなり。闇の衣とかで。その分やっぱ会心は出やすいね。ウェポンダブルスキャンやね。闇の衣。そのあたりの補正ですね。素早さを上げている。バトルマスターの素の素早さは遅いから60ぐらいしかないから。よし、ここはこれかな。俺たちの誠意を見せます。いきます。守るなんてダメだよね。守ってたからさっき負けたなんだよ。守ってたから負けた。そう。会心の一撃。会心の一撃が全てを解決すると言っても過言ではない。行きましょう。いけ全てを破壊へと導けるのか、破壊の一撃。オーライ行くぜ、オッケー。さあ、ギガスローは、まあみんな打撃には強いけど、雷耐性がまずいか。わーい、結構食らったな、お前ら。さあ、眠れすぎに、眠りずきでも返しなんて出なくはない。そうそう、オッケーオッケーオッケー、いいよ。いけ、サミダレ剣。いけ、よいしょー、ナイス。気持ちいいかに返しに出してくれたじゃねえか。いいよ、いいよ。ここの通じりでね、ちょっとドヤムとぶつかるわ。今までね、ちょっと黄色だったからまずかったんだよ。赤でマックス止めれば終わりよ。それで、いきます。セリマン出てしまった。そんなね、甘えた根性は許さないってわけですよ。そうはトンヤがおろさねえ。ああ、デスタムーアに勝てねえやつにね、私に挑む資格などなかったということですか。はい、そういうことですか。え?俺今日の動画、何がしたかったんだ?見せ場なくね?これは、編集するときに俺も、無言だろうな。本日は皆さん大好き、ライアン、ライアン、ライアン3体のライアンで行きたいと思います。うわー、いいねー。わかりやすいっすね。共通点はただ一つ。ライアンであることです。アームライオンはドラゴンクエスト5で仲間モンスターとしてライアンが本当にあるんですよ。はい。で、死神の騎士に至っては、ピンクの鎧ということで、なんか、しかも性能もちょっと似てるんですよね、カードの。うん。なんでライアンにしてます。はい。で、まあ、悪魔の騎士はそれに準じてね、まあ、黒いライアン、闇討ちライアンという形でね、やりたいと思います。よろしくお願いします。よーしダメってか?ダメか?それ。いけ!突進するギロチンいきます!ギロチン!行くぜちょっと待って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 。さあ、というわけで今回は簡単に言えばもう、納金です。私たちは、納金です。もう何も考えずとも、ダメージを出す。耐久力を3300という雑な耐久があります。まあ、言ってしまえばハーゴチームなんかみたいな感じですよね。クラウダメージもね、一級品です、その代わり。一応これで相性発動してるのが面白いですよね。まあ、みんな見た目が大きいということで、ビッグチームっていうのがありまして、
うわー、外すねー。ビッグチームが力5上がります。はい。まあ、テロップ出しとくわ。それ以外のデメリットがあまりもデカすぎるような気がしないでもないんですけど。いやー、でもね、たまにはね、こういうね、おふざけのね、過ぎたチームを使うのもまた一強よ。こちら行きます。ライアンたち2人は特にそうなんですけど、両方物理です。なので行きましょう、無心攻撃。こうしてみると悪魔の騎士でかいなで、ピンクがね、ピンクの鎧のライアンをね、あの、隣にさらにライアンとライアンだからね。まあ、ダウンオールは仕方ないでしょう。ダウンオール食らってでもなおね、無心攻撃を覆せるほどの決定力はないです。そしてね、なぜか火炎抜きしました、こいつは。放たれる、行くぜ、レーザービームはいいビームってね。違うんだよ。物理攻撃打ってくれよ。百裂拳打ってくれよ。まあ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 、言うて死神の騎士とね、悪魔の騎士がやってくれますよ。大丈夫です。痛いな、もうデスゴーゴの踏みつぶせ、そんなに突っ込んでる技ちゃうで。だいぶ削られたな、HP が。まあ、ここから反撃します。いきます、トマホークいきます。行くぜ、投げるぞ、うおー、いけ、無心攻撃、あれちょっと、いけ、ヘッドブレイク、これで決まりです。これでとどめ、ヘッドブレイク、いきます、アタックの終わり、行くぜいけ、悪魔のビッグトマホーク、2回攻撃の強力な、全体攻撃、あらまあ、ひでえな、こりゃ。大丈夫だ。2回触れるってことは、その分火力があるってことよ。2回攻撃が強いと、あらまあ、二回攻撃が強いってことを見せてやりますよ。ここでね、斧を込めて、突進する、いけないやん行くぜ、ライアンたらへん。ここでね、百裂拳で終わり。百裂拳爆撃よいしょー、なんでこんなに時間かかってんの。特筆すべきはやっぱり力の高さですよ。今回マスターダムスキャンもね、ゴリッゴリの力に振っているんで、ただなぁ、なんかさっきから思うんだけどさ、打撃の通りが悪いやつ多いな。デスゴーゴンだの、ライノソルジャーなの、サイコロンなのよ。いやーなんかそこは残念だな。やっぱフル火力を見せたいんだけど、見せることができないんだよな。まあ防御面はね、属性攻撃に対しては皆無みたいなもんなんだけど。さあ、百裂拳で行くぜ、むするときも叩き込む、オラ打撃耐性の上から110出してんだぞ、こっちは。サイコロン打撃耐性あんなによくこんな出してんな。行きます、ギロチン行け、行きます、行くぜすげえ出る。すげえ出るやん。打撃耐性持っとんのか、お前、ほんとに。打撃耐性って大事だよ。ねえ、モンバトの大半を占める攻撃は打撃特性なんで。うわ、強これ。え、これ2回最大出てん、これ2回はやばいな。ビッグと魔法クーモンバトの大半を占めるのが打撃攻撃なんでね。それはね、耐性ないと辛いですよ。雷神班やめて。雷神班はちょっといろいろと嫌なんだけど。めっちゃ食らうんだけど。まあ、スローインガックスはアームライオン以外大丈夫だね。打撃はまあ普通耐性なんで、こっちも。まあ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 。ライアンの弱さがどんどん目立ってきたな。できればこのターンに決めたいところでございます。勇気は貯めました。もう。まあ、決めてくれるとは思いますよ。さっきみたいなポンはやってくれないと思いますよ。まあ、ライアンたちがやってくれるでしょう。悪魔のライアンと死神のライアンがやってくれると思うんでね。さあ、アームライアン。そして、君はレーザービームなんだな。なんでお前はレーザービームに逃げる？うわぁ。あ、でも割と通るな。威力はあるからね。お、トマホーク投げます。無心攻撃からトマホークを投げました。せーの、いけー、なんで避けてんのお前なんで避けとんのよ、ライノソルジャーがよ。そうそう、できるもんさ、ちゃうやろ、君。まあ、言うてでもね、次ね、ライアンで終わりですよ。死神のライアンが終わった後なんで、悪魔のライアンがやってくれます。闇落ちライアンがね、フル火力叩いて終わりですよ。避けるモンスターでもないんでね。さあ、無心攻撃からビッグトマホーク。これはすごい火力が出ますね。えい、いい波寄ってんね。うおら、行くぜ。はぁ、182だってさ。なんか嫌な予感がしてきたんやけど、大丈夫かな、これ。
またマイナーな合体モンスターできちゃったなぁ。くらえ流星火山わぁうわぁなんだなんだ何しに来たんだよ、ノンモグラよ。俺たちは大魔王と戦いたいんだ。そう、打撃弱点の大魔王がいいなぁ。さあというわけでやってまいりました。打撃がさっきから通りずれ相手ばっかり戦ってるんですよ。それじゃあね、気持ちいい火力は出せない。このチームで気持ちよくなるためにはですね、打撃弱点の相手がいいと思いまして、お呼びしました。大魔王ゾーマの登場です。ただ懸念点は一つあります。こっちの耐久ボロかさってこと。いやーでもね、これでようやくわかるね。どれだけ大ダメージが与えられるかを見れるいい機会だ、ゾーマ。震えろ。俺たちの火力に震えて眠れ。最先いいね、ビッグトマホーク。さあ、打撃弱点のゾーマ。その威力は果たして、いくぜ！せーの！よいしょー！うわーい！ 397×2！ これはやばい。マジか、マジか、ちょっと。すげーことになってんぞ、いくぜ！いい波の手が、おーでも一発当てればもう十分っていう火力は出てんね。まあ、サイコキャノンは克服仕方ない。サイコキャノンにむしろ逃げてくれたもありがたい。まあ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 。さあ、来ました。いけライアン、ギロチンだ。ギロチンライアンいけます。斧持ってるライアンがいきます。いくぜ！はあ当ててくれるのはお前だけだ。いけ！あ、ライアン！アームライアン !501 いっています。アームライアンすごいぞ。アームライアンすごいすごいすごい。できれば削り勝ちしたいなっていう願望があるんだよね。もうこのマネオの火力を持ってるんだったら。で、ポコスカポコスカ外してるとダメなんだよな。いけ！ギロチンいきます！いけ！いくぜ !502! ギガスラッシュ1本分削ってんのか、お前。すごいなぁ。ギガスラ1本分をさ、モンスターの1匹で補えるのはやばすぎる。すごい火力出てる。いやーこれは無心攻撃とか使ってね、一気にやりたいところではあるね。いい感じ。ためる悠長なことをしておるわ。なるほどね。ゾーマ様も火力をフルでやってくるってことだ。ってことは、ちょっとやるか。やりますか。ワンチャンこれさ、1000超えんじゃねえか？ダメージ。行きましょう。やってみよう。やってみないとわからない。スペシャルカードいきます。無心攻撃いきます。さあ、1000ダメージいけるんじゃねえか。さすがに1000はいけねえな。うん。でも800ぐらいいってもおかしくねえな。あー、そういうことして、またお茶を濁す。やめてくれ。麻痺はすんなよ。オッケー、麻痺してないなら大丈夫だ。で、お前はなぜ火炎の息をするんだ。レーザービームはいいビームってね。何してんだおめえは。くそ、何してんだよ。さあ、こっからこっから無心攻撃からトマホークいきます。発射いくぜ。無心攻撃トマホーク、あー1032。さあ、無人攻撃ビッグトマホーク、せーの、うおらまあ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 、もう一回やるから、もう一回やるから。無人攻撃ビッグトマホーク、よいしょって。あるん気ですし、本当にその気。なんで外したの、思いっきり。当てたのライアンだけじゃねえかよ。ライアンっていっぱいいるから、誰がライアンかわかんなくなってくるんじゃねえかよ。まあでもね、技の引きが良かったね、ゾーマ。呪文を引いてたら本当にやられてたかもしんないけど。呪文をほとんど引かずに、勝ちましたね、これ。これ勝てますね、なんだかんだで。なんだかんだで勝てますよ、これ。やったーまさかの超火力で押し切るのではなく。いや、ワンチャン削り切れそうなんだよな。外れすぎなんだよ、ちょっと。いや、ビッグトマホークが外れる技ではあるんだけど、まあ、よう外しますね、ちょっとあなた。フィュン！ダハハハハハハ、ダメだ、これ。くらえ、ゾーマ。流星火山！行くぜ！ゾーマの汁が灼熱のマグマに包まれてしまった。てか、なんでこれいけたの？いや、技の引きが良かったんだろうなー。
いや、削り聞いてーなー。12500を誇る強敵。倒すにはかなりのね、労力が必要です。あの、一つちょっと悪いこと考えたんですけど、これいけんじゃねえか。あの、悪いこと考えちゃったんですよ。これいけるんじゃないですか。なんとですね、光の頭を使わずに、いやだって過去に僕やったことあるんですよ。その時はメタルハンター、ダースドラゴンとか、そのあたりの耐久に振ってたんですよね。でも、今回は火力がある。耐久はないけど、火力はあるんで、もしかしたら、ないな、これ。俺は何、我ながらバカなことを考えてるのかもしれない。いやでも、火力はある。そしてね、この悪魔の騎士は、そのパーティーの一人、一員になっていた。だから、いけるんじゃないか、ワンチャン。ワンチャン、火力の指数は足りてるはず。そう、火力は足りてる。外さなければ、いいぞ。これワンチャンあるな。本当に削れるかもしれん。渾身の劇にギロチン行きます。行きます。よいしょ。お前らもしかして本当にやるのか。え、やるの。いや、やるんだったら俺は応援する。応援するぞ、俺は。一旦で十分削ってるぞ、これ。俺ワンチャン削り切りがちっつうのもありだぞ。ただ今回はおしゃれ気がないからな。最終奥義とかありゃ変わってくるんだけど。そう、最終奥義とか、外れたんだけど最終奥義とかね、力上げるおしゃれ気とかね、つけてればね、違う未来が見えてるんだけどな。これ何もなしでやってるからどれぐらいいけるんだろう。検証になっちゃったね。さあ、ゾーマをどこまで削り切れるのか。でもビッグトマホークの命中率はいいな、割と。で、無心攻撃を使うのは4か5です。4か5に無心攻撃を使います。おー、波動で来る分にはありがたい。いいよー。1外しはしてるけど、まだ許容範囲やと思ってます、僕は。いや、ワンチャンいけんじゃねえか、これ。無心攻撃のターンにどかどか稼いでくれれば。はい。破滅の炎か、うん、炎投げられるか。まあ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 、まだ耐える。まだ耐える。うん、まだ耐えてる。耐久力が雑にある、このパーティーは。いけるぞ、ライアン。突進する、いけ、ライアン。うおー !448。頑張れ、ライアンチーム。未来はお前らの手の中にあるぞ、きっと。いけ、いけ、ライアン。うわぁ、でもなんか、本当にいけそうで笑うんやけど。悪魔の騎士ってすげえな。あ、すげえな、悪魔の騎士って。もしかしたら、この動画でお前ら英雄台に立つ日が来るかもしれんぞ、本当に。ワンチャンあるぞ、これ。いや、ワンチャン。ワンチャンあるな、これ。無心攻撃使えますね。これワンチャンあるな。え、おしゃれ着も何もなしでゾーマ倒せるとかワンチャンあるぞ、本当に。ここの、命中で、うまいこといけば、本当にある。いけ!夢へ近づく!夢へ!わはははは!おっと!相手の攻撃!ああ!待って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 !耐えろ!耐えるんや!頑張れ!耐えろ!はかなく散った。もう!はかない。はかないな。それでは、本人に登場していただきましょう。王宮戦士、ライアンの登場です。まあ、そらそうなるわな。あんまりでもさ、ライアン、ライアン言っとったら、それ来るわな、本人もな。さあ、どっちが本物のライアンかを決める重大な一戦です。さあ、でもしかし相手は腕を組んでいます。そうなんだよな。相手が腕組んでんだよな。HP の差は歴然としております、ちなみに。なんで1000も差があるんですかね、一体。で、せっかくライアンがいるんでね、ここはね、仁王立ちを使わせてもらいましょう。せっかくのライアンですよ。仁王立ちを使います。このパーティーの弱点は、物理攻撃が5つという雑なパーティーなんですよ。だからライアンが仁王立ちすると何もできません。さあ、ライアンでね、この一旦、どれだけ稼げるか。この一旦稼げませんね。そしてね、先制ホイミというね、煽りプレイをしていきます。なんでだよ。なんで先制ホイミしてんだよ、お前。まあ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 。
ここからね、通気の前か。なるほど。いやーでも火力で、このターンに追いつかないとダメだよ、結構。結構きついよ、それ。熟練の技？おお、出るなぁ。さあ、こっちも反撃したいところだけど、何もできない。このターンね、何もできないっす。いやー、ひどいな、こりゃ。いけ、ライアン！キーン！外れてるわ。キーンとか言う前に外れてるんだわ、もう。まあでもね、こっちには無心攻撃というものもございますよ。仁王立ちと無心攻撃、どう見ても SP のさーは、なんか強さが釣り合ってないけどな。いや、まあね。まあ、ここのターンはダメだとして、さあ、ここからだが、本当の勝負。ここからが本当の勝負となります。本当にあと400様には追いついたのか、なんだかんだで。さあ、ライアン行きましょう。いけない、ギロチン。ライアン行け、ギロチンだ。ホイミンに行った。うわー、ちょっと待って、ホイミンはやばいな。打撃小弱点のホイミンに飛ぶのはやばい。かわいそう。百裂剣、爆撃、行くぜ。やばいな、これ。圧倒的火力の前にヒレフスがいい、ライアンよ。新しいレジェンドチームこれでいいんじゃねえか。レジェンドライアンチームこっちに変えない？そうやな、そうしよう。これで、勝った方が、レジェンドチームになろうぜ。どっちが本当のライアンかはっきりする、そうすれば。そうやって言うと、このライアンたちもね、意地を見せる可能性もありますね、全然。全然あるからな、意地見せる可能性。アームライオンが、どうしても打撃に弱めだから、そこでね、稼いでるところある。さあ、ビッグトマホーク怖いよ。これが怖いんだよ。いい、うい、マナホーン、おー、だからもう一回来るぞ。悪魔の斧が、ビッグトマホーク、よいしょ、なんでやねん。さあ、終わらせに行こう。このターン耐えればでかいね。このターン耐えれるといいね。やばいよ。来たよ。メルビン来ちゃったよ、このターンに。さあ、このターン大事。このターンライアンチーム。ね。王宮戦士ライアンチーム、このターンをしのげるでしょうか。しのぎ切ってみせよう。ほんとだな。ヘッドブレイクになったな。頭を狙う。ヘッドブレイク、いきます。ゼロ、おいよー、ギロチン行きます、ギロチン行きます、うわー、ギロチン、ライアンにいた、ゼロ、うわー、605出んの、605出んの、ライアンに行って605出んの、だいぶ出るな、それ。いやー、しかし今の悪魔の騎士の外しは痛い。あの外しは痛いなー。おーおー、え、マジあんじゃねえか。おい、替えの域になったし、また。お前さ、ライアン、アームライアン、お前無心攻撃した時にさ、すべてそれ選んでねえか。このターンで決着です。あれ、これワンチャンあんじゃねえか、王宮戦士も。あ、やばい、やばい、王宮戦士ライアン、王宮戦士ライアン。新ライアンチームはこちらです。うー、カズルチームはウィーズ裸足にならん。ゴリ押しが過ぎる。